止めよう辺野古埋め立て逃亡罪法案は廃案に 6.10 国会大法医行動です。暑い中ですけどたくさん皆さん集まっていただきありがとうございます。今日本日の司会を務めます逃亡罪の実行委員会の中森と申します。最後までどうぞよろしくお願いいたします。今日は沖縄キャンプ手話部のメインゲート前でもこの、辺野古埋め立てに反対、そして共謀罪法案は廃案にということで連帯の行動抗議行動が行われました。11時から12時ということで、午前中で終わりましたけれど1800人の参加があったそうです。ぜひ私たちもこの沖縄の行動に連帯して辺野古の基地建設を絶対やめさせる、そして共謀罪法案を廃案にという声でことで声を上げていきたいというふうに思います。昨日のあの新聞にもありましたけれどいよいよ政府は家計問題のあの文書問題ですか調査をせざるを得なくなってしまいました。これは私たち市民の声世論の声の高まりの結果だというふうに思います。安倍政権あともう少しだと思います。共謀罪廃案にするまで私たち絶対力を合わせて頑張っていきましょう。皆さん今日は暑いのでぜひあの水分補給忘れないでくださいね。そしてあの給ご飯も待機していますのでぜひ気分が悪くなられた方は遠慮なくお申し出ください。このお配りしているこのプラカードの中に給ご飯の携帯電話も書いてありますので直接電話なさっても結構です。あとトイレですけれど地下鉄の方をご利用ください。今日はあの議員会館も議員面会所もあの休日ということでお休みになっていますので地下鉄をご利用ください。よろしくお願いいたします。さあここで元気よく統一コールに行きたいと思います。本日は正門前そしてここの官邸前で図書館前そしてあの衆議院第一議員会館前と4つのエリアで行動を組んでいきます。で沖縄から来てくださった皆さんはこの4つのエリアをそれぞれ回って発言をいただいていきます。ぜひ皆さん力を合わせて最後まで頑張りましょう。よろしくお願いいたします。じゃあコールお願いいたします。お集まりの皆さんご苦労様です。官邸前のコールを担当させてもらいます。2時になりましたね。統一コールということですのでコールを行っていきたいと思います。受け取ってプラカードを掲げてください。よろしいでしょうか。基地はいらない、辺野古にいらない。基地はいらない、辺野古にいらない。辺野古新基地建設反対。辺野古新基地建設反対。辺野古に基地は作らせないぞ。辺野古に基地は作らせないぞ。みんなの力で美ら海守ろう。みんなの力で美ら海守ろう。民意を無視する政府はいらない。民意を無視する政府はいらない。沖縄の声を聞け。沖縄の人権守れ。沖縄の声を聞け。沖縄の人権守れ。高江の工事を今すぐやめろ。辺野古の埋め立て今すぐやめろ。辺野古の埋め立て今すぐやめろ。機動隊は弾圧やめろ。機動隊は弾圧やめろ。オスプレイ飛ばすな、高江に飛ばすな。オスプレイ飛ばすな、高江に飛ばすな。辺野古に飛ばすな、どこにも飛ばすな。辺野古に飛ばすな、どこにも飛ばすな。ここへです。月桃の花株団の皆様前に来てご用意ください。この
座り込め、ここへはこの4つのエリアでみんなで歌います。ぜひ大きな声を出してやっていきましょう。よろしくお願いいたします。さっきと座り込め。やめてよ。座り込め、ここへ、ここへ座り込め。腕組んで、ここへ、ここへ座り込め。揺さぶられ、潰された隊列を立て直す時は今。腕組んで、ここへ、ここへ座り込め。座り込め、ここへ、ここへ座り込め。歌うたい、ここへ、ここへ座り込め。揺さぶられ、潰された団結を立て直す時は今。歌うたい、ここへ、ここへ座り込め。座り込め、ここへ、ここへ座り込め。裸影、ここへ、ここへ座り込め。引きずられ、倒れても進むべき道を行く時は今。裸影、ここへ、ここへ座り込め。ここへ、ここへ座り込め。ありがとうございました、みんな本当に元気が出たと思います。はい、これから、発言をいただいていきます。まずここ官邸前エリア運営団体の、代表いたしまして、日本マスコミ文化情報労総会議の岩崎さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。共謀罪の実行委員会呼びかけ団体の一つであります、日本マスコミ文化情報労総会議、マスコミ関連の労働組合の集まりです。略称ミック事務局長の岩崎と申します。暑い中、大勢の皆さん集まりいただきまして本当にご苦労様です。ありがとうございます。共謀罪は、犯罪でも何でもない普通のコミュニケーション活動を取り締まろうという恐ろしい治安立法です。日常的なメディアの報道活動や市民団体、労働組合の活動までも摘発され、パソコンなども押収されるかもしれません。そうなれば、監視や密告が横行して、官権が大きな顔して歩くおいこら警察の再来になってしまうんじゃないでしょうか。国家総動員体制で多大な犠牲を国の内外にもたらしたという70数年前の反省は一体どこ行ったというのでしょうか。共謀罪の国会審議はすでに破綻しています。国連の越境組織犯罪防止条約のために共謀罪法が必要だというふうに説明しながら、その国連の特別報告者から説明を求める書簡が来たことに対しては抗議文を持って返事をするという、日本は特別報告者の活動に協力することを公約として人権理事国に当選したはずです。その国が全く常軌を逸した言動に終始しているのを一体どう考えたらいいんでしょうか。こうした状況に対抗するために、今こそ私たちは真実の声をこの東京で私たち自身の手でアピールする必要があると考えます。今日は主権者である私たちが国内そして世界中の良識ある人々に届くように、そして言っても言うこと聞かない分からず屋の政権にちゃんと聞こえるように大きな声でアピールしましょう。
今日はこのように身も心も熱くなることが予想されますので、お互い体調管理には気をつけて最後まで大きな声を上げて頑張っていきましょう。どうぞよろしくお願いします。まさきさん、ありがとうございました。本日の国会行動は基地の県内移設に反対する県民会議、そして止めよう辺野古を目立て国会法医実行委員会、そして戦争させない救助を壊すな総掛かり行動実行委員会の3者の共催で行われています。はい、続きましての発言は、その県内の基地の県内施設に反対する県民会議の共同代表でいらっしゃいます中村さんです。中村さん、ご挨拶よろしくお願いいたします。こんにちは。こんにちは。ご苦労様です。安倍さん、聞こえますか。辺野古の新基地も共謀罪もいりません。直ちにやめなさい。同時にあなたもやめなさい。今辺野古で行われている工事は全て違法工事であります。そのことを菅官房長官は、日本は法治国家ですからと言いながら法治主義を全て押しつぶしています。これが安倍内閣のやり方なんです。皆さん、このような内閣に共謀罪などというとんでもない法律を作らせたらどうなるんでしょうか。ここに法務省のホームページから何のために法律はあるのかというのを抜き出してみました。次のように書いています。法はもともと私たち一人一人がお互いの個性を認め合い協力し合いながら生きていくためのルールなのであります。私たちの権利を守り、人権を守り、私たちが守らなければならないことを明らかにすることによって、誰もが自由に活動することができ、生活をより豊かにするのが法なのであります。このように書かれています。この規定からすると共謀罪は法の名に値しない、直ちに廃案にすべく法律であります。皆さん、今尾長知事が国を訴えるということを表明いたしました。これは知事が持っている漁業権を全て奪おうという、勝手な解釈によって奪おうということであります。これは許さないということで裁判に立ち上がろうとしております。同時に皆さん、大事なことはこのねじ曲げられた法の解釈、これが全国の知事に通知されております。この戦いはまさに沖縄だけの戦いではなく全国の戦いでもあります。皆さん、この安倍政権打倒に向けて辺野古新基地建設は絶対に許さない、そして共謀罪廃案を目指して全国で頑張っていこうじゃありませんか。頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、沖縄です。辺野古基地反対協議会共同代表の橋富さんです。よろしくお願いいたします。官邸前に集まった仲間の皆さん、朝からご苦労様です。今私たちの仲間である中村守さんからも話がありました。沖縄知事は7月にはですね、今辺野古の埋め立てを工事をしている、それを差し止め訴訟を起こすと、つい先日